9月10日火曜日、ニューズオフエド、アンカーの町田彩香です。そしてアシスタントは井田茜です。本日のゲストは医師でナビタスクリニック理事長の久住英二さん。解説員は元毎日新聞政治部編集委員の平林武雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デング熱から東京五輪を守ります。東京五輪に備え、新宿御苑での蚊の駆除訓練が行われる、デング熱流行阻止へということで、日本では2014年およそ70年ぶりに国内感染が確認されたデング熱ということなんですが、まさしく私この当時ちょうど代々木公園にいたんですよね。で、代々木公園のその中にあるオリンピックセンターという、なんか宿泊研修施設みたいなところに泊まり込みでいたんですけれども、全くその泊まっている宿泊者たちには何のお知らせもなかったんです。で、朝食堂でご飯を食べている時にニュースを見たら、代々木公園でどうもデング熱が見つかったらしいで、なんかあまりこう近づかないでくださいとですとか、やはりそう刺されないように気をつけてくださいなんていうのをニュースで見て、私たち今ここに泊まってるけど大丈夫なのかしらってすごい心配になった記憶が非常にあります。ということで、このデング熱に対しても対策をしていくということなんですが、蚊ですのでそんな対策でしようと思ってできるものなのかなっていうのが非常に疑問なんですが、久住さん、どのようにご覧になってらっしゃいますか？はい、デング熱はですね、東南アジアとか、暖かいところで非常に流行している。今年はフィリピンでものすごい流行で、もう国としてはもう打つ手がなくて困っているというようなことを発表されています。で、これはですね、その蚊がこう日本に入ってくるんじゃなくて、ウイルスに感染している人が入ってきて、その人を刺した蚊が人から人へウイルスを移していくんですよ。ですから、オリンピックや今年はラグビーのワールドカップありますので、東南アジアの方々がウイルスを持ってきて、東南アジアに限らないですよ、世界中どこでも流行ってますので、ウイルスが国内に入ってくる可能性がある。で、蚊はですね、大体21度ぐらいから活動し始めて、25度を超えてくると積極的にというか、活動が高まるんですね。ですから、やっぱり10月ぐらいまでは感染が広がりうるということですので、注意が必要なんですが、じゃあ注意って何をどうすればいいんだってことなんですけど、多くの国でされているのは、家のこう植木鉢のちょっとした水とか、これをですね、定期的にこうちゃんと水をこうひっくり返して水をためないようにしてください。蚊が湧くボウフラがね、1週間ぐらい水がずっと溜まっていると湧いてしまうので、それが湧く場所をなくしましょうということをやってますし、あと日本人はですね、あんまりこう虫よけって積極的に使わないんですよね。なんかこう塗っても刺されるっていうイメージがあるようで、で、これね、塗り方が間違えているのと、使ってるその薬のですね、濃度が薄いんですね。で、ディートとかイカリジンとか言われるもので、ディート 30% を塗ると8時間ぐらい蚊に刺されないので、もうそれこそディートしっかり塗ったら半袖短パンで代々木公園フラフラしてても絶対ほぼ大丈夫です。汗で流れちゃうんで塗り返しは必要なんですけどね。で、子どもさんにも安全に使えますから、それをしっかり塗っていただくということで、虫よけを使うことを、なんとなく化学物質嫌いっていうことで避ける方いらっしゃるんですが、じゃあそれで蚊に刺されて感染するリスクはどうされるんですかっていう話なので、世の中やっぱゼロリスクのものっていうのはないので、それをどうトレードオフしてお考えになるかってことですね。多くの国ではデング熱の死者っていうのはほとんどが15歳以下、特に小さい子どもほど死亡率が高いので、しっかり子どもを守るということと、大人もですね、やっぱり高齢者で、心臓や肺や、全身の内臓の機能が弱っている方はやはり死亡率が高いですから、とにかく蚊に刺されないように対応すること、庭先で蚊が増えないように水をちゃんと片付けることっていうのを、個人個人の努力としてやっていただくのが望ましいと思います。塗り方っていうのはどこに注意をして塗ったらいいんですかね？まずですね、露出部には全体に塗っていただくんですけど、スプレーって皮膚にほとんどつかないんですよ。ですから、ローションタイプですとかクリーム状のものを皮膚に直接こう塗っていただくということと、やはりなるだけその布で皮膚を覆うということが物理的な遮蔽として有効ですので、そういった蚊がいるところ、特にこのデング熱を媒介する蚊は一筋島蚊といって、いわゆるヤブ蚊ですね、
で、あの足がこう長くてですね、こう見たらあやぶかって田舎者の私は分かるんですけど、あの行動範囲がそんなに広くないので、だからそういう緑がたくさんいるようなところに行く場合はやはりなるだけ肌を露出しない方が望ましいと思いますね、うん。まあ、近年結構異常気象で夏はとても暑くなってきてるんですけど、はい、やっぱその気温の変化っていうものもこういう蚊を媒介する病気のなんか増えたりするのに影響はしてるんですかね。はい、世界的にはこのデング熱だけでなくて、例えばブラジルでは黄熱病という病気、これも蚊が媒介する病気ですね。あの野口英世博士が、うん、あの亡くなった原因ですけども、これが普段はこう山の中でしかこう、ウイルスがあのいないんですけども、それがこう町の方に出てきている。で、町の中で循環し始めるとやはり犠牲者がすごく増えてしまって問題なんですが、まあ、これが果たして温暖化と直接関係があるのかどうなのか、はあのなかなか因果関係を、検証することは難しいんですが、やはり、その関係しているのではないかという説の方が優勢です。うん、やっぱり温度が高いとその分蚊が元気にというか活発に動いてしまうので、暑くなりすぎると、ね、蚊もあの活動しなくなるんで、日本最近こう真夏がすごく暑いと蚊がいなくって、こうあの秋ぐらいになって涼しくなってくるとこう蚊が出てくるようになったんですけどね。そういったあの自然の、我々人間も自然 の中で生きている生き物ですから、まあ、そういったものに、いかにこうリスクをあの低減できるかというとですね、まあ、繰り返しになりますけど、水をこぼす、肌を露出しない、虫除けを塗るということをもうあの繰り返すしかないです。はい、ありがとうございます。平林先生いかがですか。あのこれ東京五輪絡みの話なんでね、まあ、この真夏にですね、まあ、これ今更言ってもしょうがないっていうことなんですけども、真夏にオリンピックをやるってこと自体がね、まあ、こういう問題もね起こすんですよ。あとまあ熱中症だとかね、まあ、本当にあれですね、アスリートファーストの発想じゃないですよね。これはもうやっぱりその辺ね、あのどうしてこんなね、日本で一番あの気候条件の厳しいですね、真夏にオリンピック開くのかっていうことはやっぱり我々認識しておかなくちゃいけないと思うんですよね。これはもう IOC がアメリカの巨大テレビネットワークから巨額なあの、放送権料をですね欲しいということで、でも秋になるとアメリカはいろんなスポーツがですね盛んになりますからね、だからまあこの、まあ、7月から8月にかけてっていうのがあのスポーツ そのビッグイベントが薄い時期なんですよ。まあ、そこでじゃあオリンピックをやってくれということで、まあ、IOC も、まあ、巨額な放映権料が取れるから、こんなとんでもないあの暑い時にですねオリンピックやるってことですよね。だから本当にその日本人から見てね、なんで、いや僕なんかの前回の東京オリンピックはこれ小学生だったんですけども、本当に秋空がね、気持ちのいい、湿気も少ない、本当に素晴らしい秋空の下でオリンピックやりましたよ。それが強くイメージにあるんでね、あの記憶に残ってるんで、なんでこんなに一番スポーツに向かない時にオリンピックやるんだっていうね、まあ、それはそういうその背景があるってことをやっぱり知っておく必要があると思いますよね。だからもうデング熱の問題であるだとか、熱中症の問題であるとかですね、あるいは水質汚染の問題であるだとかですね、みんなそういうことから発生してくるんですね。なるほど。これちなみにその、まあ、アメリカのテレビという話は分かったんですけど、その日本ちょっと暑すぎると思うよみたいな話はならなかったんですかね。いや、それはもうあの IOC がですね、7月の15日から8月のいっぱいまでにやるということを前提にして、で立候補する年を、まあ、募集したんですね。だからもう期間は7月の15日から8月の末までということはもう IOC が先にも設定していたのでね、これはもうそんな時期にはしたくない云々って話じゃなくて、もう IOC がそこはアメリカの巨大テレビネットワークと手を握ったっていう話ですよね。